どうもだるいもんです。今日も散歩しております。散歩しながらライカで写真を撮りながら米田まで向かっております。そして今日の動画は久しぶりにアルファ 7R3 を持ち出して撮っております。そしてレンズは 24mmF1.4 で撮っていきたいと思います。ちゃんと撮れてるか心配ですけどね。まあ頑張って散歩します。痩せます。じゃあ行きましょう。何かを撮りたいのですが、撮るようなものが全く周りにない。田んぼと畑ばっかで何もない。撮るとこは本当ない。頑張っていきます。いや本当伊勢原何にもないんですよ。そうそうそう、柏木牧場があっちゃうんですね。本当伊勢原何にもないんですよね。今度は駅の反対側にちょっと散歩しに行ってみようかな。いつもこっち側の田んぼ側ばっかだからね。なんだ行く気がないのか。今年は一生懸命散歩したいと思います。伊勢原散歩頑張ります。なぜここだけこんなになってる。ガタゴト道、ジンバル一応持ってきたんですけど、つけるのがめんどくさいので。持ってきた意味ないじゃん。いやそのうちつけたいと思います。なんか違うかな。なんかこちらのイチョウの木、伊勢原市の指定保存樹木らしいです。なんかもうボロボロですね。大丈夫なんですかね。立派なイチョウの木です。なんかイチョウの木を見ると銀杏が美味しいんだよなと思ってしまいます。まだあと多分1キロぐらいあるよね。トヨタの前あたりだから、いやかなりありますね。まだまだ先は長いです。頑張りましょう。こちらの三公園のサンマーメンもすっごく美味しいんですよ。ニンニクがねがっつり効いてて美味しい、おすすめです。そのサンマーメンと一緒にね餃子もすごく美味しいんでおすすめなので、お近くの方はぜひ食べに来てみてください。ちなみにここは平塚の大神にあります。こちらの道路が129号線沿いで、新幹線のガードをね厚木側から平塚に向かって進んですぐのとこにあります。三公園おすすめです。なんとか米田まで到着しました。かなり片道疲れましたね。距離も今までより長いかもしれない。さあコーヒーと何かを食べて帰りたいと思います。では行きましょう。空いてるかな、そこが問題だ。中に入ろうとしたら中で行列ができてる。二組待ちか、どうしようか。なんか二組待ちですけどどうしますか。名前だけ書いてくる、はい、もう出たならあれじゃないかな。いやなんか本当米田混んでますね。ちょこっとだけ待ちたいと思います。車が木の植え込みに埋まってる。何しよう、せっかく歩いてきてカロリー消費してるのに、なんかすごい食っちゃったらまずいような気もするし。ミックスサンドのトースト、うん、トースト、うん、トーストはアイスコーヒーにしようかしら。熱いんだけど。今日のお昼はこちらミックストーストとアイスコーヒー、そして奥さんは食いすぎのスパゲティ。うまいの、美味しいらしいです。ではいただきたいと思います。
ちょっと食い過ぎたかもしれません。まあでもこれからまた一生懸命歩いて帰るので、この分は消費されるでしょう。はあ、苦しい。食い過ぎたかも。ああ奥さん、ソースまでペロリと食べてしまいましたよ。これはもう完全にデブですね。デブですよ。ごちそうさまでした。なんかライカが椅子の上に放置されてる。久しぶりにジンバルを使っての撮影です。やっぱりね、せっかく持ってるんだから使わないとね。これ今年はジンバルをなるべく使って撮影をしていきたいと思います。本当今年の目標は喋りをもっとうまくすること、喋りの幅を広げることですかね。そこがなかなか難しい。あーでも本当今日はいい天気ですね。なんか本当今年全然寒くないよね。なんでこんな寒くないんだろう。日が当たって今日もポカポカしてますからね、1月だというのに。はあ、そして今日は青空です。飛行機雲も出てます。そしてジンバルの操作が下手くそだし、なんか曲がってない、このジンバル。なんか水平じゃないんだけど、どういうことこれ。もしかしてこれキャラブレーション、キャリブレーションなんかしないとダメかも。ああ曲がってるよ、ジンバルダメじゃん。すいません、調整不足でした。ちょっとこのまま調整したいと思います。OK、 調整終了。これでモーターバランスはちょうどいいはずです。 OK だね、いい感じだ。はあ、相模湾に着いた。うん、疲れた。さすがに寒川神社遠いな。やめる？うん、だってその橋ずっと渡って、うん、さらに1キロ、2キロぐらい、3キロぐらいあんのかね。遠いわ。寒川神社までは遠いので、この辺で帰りたいと思います。多分ここまで来るのに6キロぐらい来てるのかな。またあと6キロぐらい帰らなくちゃいけないので寒川神社まではちょっと今の体力ではきついので帰ります。まあここまで頑張ったということで帰りましょう。帰りも頑張りましょう。帰りも大変です。じゃあ戻ります。いいおばさんがよく楽しんでおります。てか体重が重すぎてバランスが取れない前にと後ろでグングングンってやるんだよ。そうなの？こういうこと？そうそうそう、足を乗っけるとね、やりにくい。体重が重すぎんだよ。ただいまちょっと疲れたので奥さんに押してもらって休憩しております。いや、かなり疲れた。背中がパンパンです。まだまだ先は長いので少しだけ休憩します。やっと三公園まで戻ってきた。ふう、先は長いぜ。ずっと歩いてきてこんなところに平塚と伊勢原の境目なのかな、これ。ああ、市境って書いてあるんだ。じゃあやっぱりここから境目なんですね。でもその辺から向こうって厚木じゃないの？違うのかな。厚木はまだここまで来ないか。でもビーバーって厚木でしょ。厚木、じゃあやっぱどっかにその辺に3箇所厚木、伊勢原、平塚の境界線があるんじゃないのかな、うん、まあ気になるけど探しません。帰ります。疲れました。さあ帰りますよ。今日は柏木牧場でハンバーグは買わず牛肉を買って帰ります。なんか今日は牛肉のカレーライスらしいです。
いつも普段はうちは豚なのですが、今日は豪華に牛肉らしいです。うわ、しゃぶしゃぶの肉とかうまそうだな。なんか奥さんは歩き疲れたので缶ビールをクーッと飲もうかなとかなんか言ってますよ。まだまだ先は長いのに。途中で酔っ払われたら俺帰れなくなっちゃうんだから。まだまだ家までは遠い。だけど今日は本当いい運動になったな。今年は本当なるべく長距離を歩きたいと思います。うちに正月はない。なんか今からうちの奥さんここでビールを飲むらしいです。ちょっとビール休憩らしいです。いただきます。やった、こんなとこで歩きビールしてる。いただきます。親父だよ親父、こんなとこで酒飲むの。やった、うまいとか言ってて。やだやだ、なんか高そうなビールだな。プレミアムモルツか。今日は何気に喋れてないな。また今日は何気にライカで写真をいっぱい撮りました。適当な写真をたくさん撮ったつもりなんですけど、帰って確認しなくては。グビグビ飲んでるよこの人。アル中だなこれ。美味しい。やだやだ、正月だから。正月じゃなくたって一緒、しょっちゅう飲んでんだろお前は。うん、うまい。なんか急に大山が曇ってきて寒くなってきました。風が冷たいです。でもなんか動いてるのでちょうどいい感じです。あと残り3キロぐらいもっとあんのかな。頑張って帰りたいと思います。疲れてきました。頑張ります。さあさあっていうかね、もう疲れて言葉も出てこないんですけど、もうあと2キロぐらいで自宅に着くのですが、ちょうどいいこの田んぼの真ん中で最後を撮っています。そしてなんだかんだで今ただいまだいたい16キロぐらい散歩してます。なんかね頑張りすぎました。でもなんか結構いけるかもしれない。次はもう少し距離を伸ばして寒川神社まで行きたいと思います。まあね、今年中に寒川神社まで、寒川神社まで行ったら20キロぐらいになるのかな。うん、まあ今年頑張って行きたいと思います。そして奥さんはなんか今足がおかしいのか後ろにぶっ倒れそうになりました。まあこんな感じで今年の Vlog も散歩をフォトウォーク頑張りたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではこんな感じで今日は終了です。お疲れ様でした。ではではバイバイ。